にちは。どうも、料理コーナーをですねまたやっていきたいと思います。今日はね、まあ筋肉飯です、こんな感じで、ちょっとね久々にささみ使いますね。ささみの、ちょっとヨーグルトカレー、風味の焼きみたいなね、ちょっとあの柔らかく、ささみを柔らかく食べようということです。僕はあんまりささみね、普段あんまそんな食べないんですけど、ちょっと美味しく食べれるようにちょっとねやってみたいと思います。ダイエット料理ですね。久しぶりですね。あの柔らかくなるんで、あのヨーグルトとまあカレー風味ちょっとつけて、タンドリーチキン風に、やってみたいと思います。そして今日まあ別なんですけどね、あのちょっとテールがね買ってちょっと冷凍しといたんで、これね国産のテールなんですけども、まあ簡単に塩味のスープでも作って野菜でも入れて、まあそれでちょっとこうタンパク質と野菜を取ろうかなと、まあ、体にいいね健康ご飯ちょっとやってみたいと思います。まあ料理コーナーはね気合がいりますね。とにかく気合がいりますね。まあ作るのはいいんですけど、撮影しながらっていうのはね結構ね大変なんですよね。今お湯沸きましたので、まあこれねお湯、そうですね、これを、まあ、ちょっと凍っちゃってるんですけどね、よし、なんかこうして結構ね血がすごいんですよね。なのでやっぱ一回やっぱりお湯でアクを落とした方がいいですね。血とか生臭い感じとか。おお、もうちょっとアクを捨てましょう。こんな感じですね。これだけでもだいぶ生々しい感じが取れますね。はい、取れました。まあ今日はねあんまりこう真剣に牛テールはねちょっとおまけぐらいでいきたいと思います。そしてさあ今、大根切ってますよ。どうしようかな、もうこれもう一緒に煮込んじゃうから、もうでかくていいわ、こんなんです。もうよしで、まあ玉ねぎね、ちょっとこうテールはやっぱね玉ねぎ合いますから、玉ねぎね、まあこれも適当でいいや。どうせね圧力鍋だともうね原型がなくなっていくんですよね。だからもう適当で玉ねぎも、目分量です。もう完全に目分量です。キャベツは後でいいかな、キャベツはじゃあ後にしておきましょうかね。今こんな感じで野菜と肉と煮込んでんで、あと美味しいね塩を入れてこのままスープにしたいと思います。これですね、これにですね、ささみ買ってきましたね、赤鶏です。まあブロイラーなんですけど、まあちょっと多分肥料とか感覚がちょっと緩やかに、育ててるみたいな、そういうことを聞きましたけども、どれぐらいかちょっと正直わからないです。僕もなるべくちょっと家ではブロイラー、完全なブロイラーは食べないですね、めったにないですね。まあない場合はちょっと買っちゃう時もあるかもしれないですけども、これをまず入れます。はい、今日簡単ですね。だけど牛テールと野菜をもう圧力鍋入れて、これは塩を入れます。でまあ塩のスープですね、あっさりして、でこれがもうこのままですね、ヨーグルト、これヨーグルトのね栄養どうのこうのじゃないです、もう柔らかくするために入れますね。塩麹とかやる人いますよね、塩麹も、柔らかくなるんですが、ヨーグルトタンドリーチキン風なので
いいと思いますね、これね。結構入れちゃいましょうかね。まあ、ちょっと柔らかくするためだけに使うとなるとなんかちょっとね、もったいない気もしますけども、こんな感じで入れます。これカレー粉どれぐらい、なんかカレーの匂いってやっぱそそりますよね。すごいなんかこう普段ね、あんまりこうカレーを食べようっていう感じじゃないんですけど、なんかもう行くとお店もそうなんですけど、もうそそられちゃうっていうかね、料理もそうですね、なんかそそりますよね。混ぜます。いやーうわーすごい、なんかすごい、何かすごい、おおすごいね。いやこれはやっぱり柔らかくなるでしょう。うわーすごい、素晴らしい素晴らしい、はい、もう美味しそうだよ、もうこれだけで。まあ、一応ねカレーも昔作ってたんで調味料はね結構あるんですよ、僕んちも。ほら結構あるんですよね、いろんな。なんか今度やってみましょうね、これね。よし、まあいろんなものがあります、調味料は。いやーすごい簡単だな、今日。これをね後で、魚焼くですね、ガスレンジ、オーブンレンジというかガスレンジで焼いて終わりです。おい、じゃあ冷蔵庫で寝かしましょう。あ、もう今日これ終わりだな、早いですね。あ、嬉しい、終わった終わった、早い早い、思ったより全然早いですね。まあ、できたらこれ半日寝かしたりすると美味しいと思うんですけども、今日はまあそうね2時間ぐらいでちょっと食べちゃいますね。で、まあ、スープもそれぐらいできるんで後で試食してみたいと思います。楽しみですね。ということで、戻ってきました。はい、ほっほっ何分だろうね、10人くらいやりますか。ちょっとまず弱火で、待ちましょう。楽しみです。いい匂いだな。できましたかね。来ました。ちょっと開けてみましょうかね。12分かな、結局ね13分焼きました。ちょっとまあ中途半端な、分数なんですけど、なんかなかなかいいですよね。なんか焼けてる感じしますね。13分、なんかいいんじゃないですかね。よいしゃー、水分が抜けちゃってるわー、これなんでだー。水分抜けちゃいましたね。まあ、こっからまあちょっと水を入れてちょっと出汁を伸ばすというか、まあいいと思います。でも相当出汁が出てますね、この色でもわかります、すごい。まあ、ちょっとね今さらなんですけども、ちょっとニンニク入れて忘れちゃって、まあ、適当に切ったニンニクを入れます。はい、ちょっと風味付けで。あ、すごい。ちょっと見て、これ。ほら、こんなんよ。また、ついつい買ってしまう牛テール。こんなんすよ。いいですね。もうすごいスープだと思います。で、まあ、ちょっと今日はですね、塩と胡椒だけでいっちゃいますかね。まあ、コンソメとかねちょっと入れると美味しいと思うんですけど、やっぱせっかくね牛だけのいい出汁が出てますから塩だけで、ちょっと胡椒もいらないんじゃないかな。胡椒まあ気持ち、これで、まあ、ちょっとねさっき切っといたキャベツがあるんで入れちゃいます。軽くね、あんまいるとまたねキャベツの甘みが出てね
まあ、栄養的にはいいんですけど、これでしばらくちょっと煮込みますかね。うん、よっしゃすごいね、栄養満点よ。よいしょ、あ、これちょっと食べ過ぎだな、こんないらない。ちょっと野菜を食べましょう。野菜を、野菜スープですから。すごいね、もうなんつーの、肉だけで取っただし、野菜と、素晴らしい。はあ、完成です。いやー素晴らしい。はい、なかなかすごいですよ。もう一回見せたいね。これ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 、こんなんすからね。いいっすよね、これもね。うん、まあ、どれぐらい、柔らかくなってるかですね。じゃあちょっとねチキンを、食べてみたいと思います。タンドリーチキンをね、まずねいただきます。塩は振りました。どうだ、柔らかくなってるかな。1時間ちょっとぐらいだったな、漬け込んだのは。1時間、まあ、半ぐらいですかね。本当はあの半日置いた方がいいですからね。はい、ではいただきます。うわ、もうバッチリですね。全然柔らかい。あれあれあれ、まあ、うまいですねこれ。おいしい。あのね、柔らかいですよ、かなり。すごく柔らかい。でね、あのヨーグルトの風味とあのカレーね、カレーがもうめちゃ合いますね。すごい美味しいですね。だから本当にこの柔らかさのもう限界の柔らかさって感じですね。うまい。これは美味しいね。うん。あれ、1時間でも大丈夫ですね。なんとか。うん。まあ1時間、今1時間、まあ2、30分って感じだと思うんですけど、全然大丈夫でしたね。まあ2時間以上つけるといいんじゃないかなと思います。確実に行くならば。でね、今日はね、この16穀米を食べてる感じなんですけども、玄米が食べれないときは、ないときは、まあ入れて、食べたりしてます。で、まあ、朝軽め、昼晩と食べて、ちょっと間食ちょぼいって入れて、夜少なめっていうのがちょっと理想なんですね。自分の中では。いや、しかし、美味しいな。やっぱりあの、カレーやっぱいいですね。食欲そそるし、ささみなんだけど、なんだろうな。もうこんだけ柔らかいとですね、ささみじゃなくなってます、もはや。これは。うわっ、これ、まあ、ももももちろんね、美味しいと思うんですけど、十分ですね。な、余計な脂取らないって考えると、な全然これで、すごいなぁ。だ胸肉でも、ささみでも、こんななっちゃうんですよ、やっぱね。でも、久々にこれ作って食べました。マスタードやっぱり、ね、美味しい。これね、コンビニとかの、チキン売ってるじゃないですか、スティックチキンみたいな。家でやってほしいですね。家の方がいいと思いますよ。まあ、つけといて、夜帰ってきた、来て、焼けばいいだけなんで、ぜひぜひね。ほんとうまい。ほんとに。これですね。はい、もう、野菜を食べなきゃいけないんで、野菜、ヒューテルの、野菜です。これも簡単ですね。もう、ただ入れただけっていう。ちょっとスープ飲んでみますかね、まずね。熱い。ああ、美味しい。美味しいな。やるな、やっぱりな。素材がいいとね、もう間違いないですよね。これはうまいわ。今まで僕シチューにしちゃってたりとかですね。まあ、やっぱりカレーにしたりとか、まあ、牛テールもいろいろコンソメ入れたり味付けてたんですけど、これ塩だけなんですね。
野菜の旨味と、まあ、あのビーフ、まあ、ニンニクちょっとあの香り付けしてます。いやーこれ、いやー美味しい。シンプル、シンプルベストですよ。シンプルベスト。うまい。これはちょっと別格っすね。まあこのチキンも美味しいけど、これも別格。うん。ああ、すごい。これは今まで、まあだから、牛テールスープですよね。あの、焼肉屋さんで言うと。いや、でも家であんまりこういうシンプルに作ってこなかったんで、いいですね、これは。塩だけの方が美味しいかもしれない。うん。あ、玉ねぎ、人参、キャベツが入ってて、まあ、ちょっとトマトとか入っても美味しいかもしれないですね。ちょっと酸味が。今までシチューに、する必要あったのかっていうぐらい、ちょっと今何をやってきたんだとか思っちゃいました。ちょっとね。あらららら ら。いやこれはうまいなあ。あんまりなんかね、日本の食卓でちょっと馴染みない、肉なんですけど、これはね、もしね売ってたらね、絶対おすすめですよね。あのよく焼肉屋さんで牛テールのスープとかあると思うんですけど、あれちょっとね、だいぶ大量に作ってるんで、あのだいぶ薄まっちゃうと思うんで、これねすごいです。もう自分だけのためにあのこれだけのあのちょっとした量で作りますから、もう味がもうすごい。今日は1時間10分ぐらいですけども、煮えてますね、ちゃんとね。もう味もバッチリ出ます。まあ明日より美味しいでしょうね。うん、いやーこれ最高。あ、うまい。いやということでね、今日もね、久しぶりに、料理コーナーね、やらせていただきました。ヘルシーですね。油は使ってないです。で、この今日の牛テールもかなり油が少ないテールだったんで、非常にバランスがいい、食事だと思います。ぜひね、タンパク質、なるべく油を取らない。取れちゃいますから、勝手に。で、まあ、炭水化物を、まあ、朝と夜とありますから、どういうタイミングで食べるのかと。で、まあ、タンパク質は、まあ、そんな量をね、いっぱいじゃなくてもいいんで、まあ、こう一定量を、摂取していくという。まあ、そういう感じでね、まあ、食べ過ぎないことですね、一番はね。お酒も厳しいですね。うん。という感じで、まあ、自宅でも、ぜひやってみてください。今日かなり、短時間で、まあ、美味しく出来上がり、自分自身がかなりびっくりしてます。ということで、ごちそうさまでした。また料理コーナーやりますので、よろしくお願いします。